プロテストを河村君控えてるということで、はい、うん、あ、いいね、いいね、あ、受けないっすね、いいじゃん、ナイス、出ました、出ました、結果が、うわ、じゃあ発表します。こんにちは、ワキシングのリーゼントチャンネル、ナイスリーゼント。はい、今日はね、何の企画するのかと言いますと、そう、プロボクサーを目指す河村くんっていう、あと3日後に、そう、プロテストを河村くん控えてるということで、はい、今日は、ワケくんにプロテスト前、はい、またいつものように本気でアドバイスを送ってもらってっていう、はい、じゃあちょっと河村くん、はい、来てください、どうぞ、真ん中に、そう、お願いします。はい、いよいよ、明後日ですよ、明後日ね。で、今日はもう一人、うちの準レギュラー土井くんが来てくれてるんで、はい、プロボクサーの土井くんと、まあ2代目リーゼント、そうですね、リーゼントボクサー、もう2代目リーゼントボクサーになり損ねた、なり損ねた、そうそうそう、スパーリングですね、はい、2ラウンドやってもらって、はい、それで分けずにいろいろアドバイスして、あとまあミットですとかね、いろいろ指導して、最後の、最終調整 ね、もうビシバシ、今日は指導やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんな角度、しっかりやっていくの、そう、ナイス、いいじゃん、待ってやらないじゃん、あとは踏み込み、踏み込みをもっとバンって早く踏み込む、はい、だから後ろ足ね、前後ろ足、後ろ足をしっかりかけて前、うん、一発で当てるその距離が遠い、はい、何距離が遠いって言って踏み込んでないから、一発で当てるタイムだったら
踏み込む。踏み込んで打つ。で、その後必ず相手に振り返す。かわす。距離です。で、その2発、3発、4発で続ける。必ず2回、3回と攻撃を続ける。大丈夫。よし、行け。はい、2回目やらそうだよ。そう、何中でこれ、もう一発つけよ。前に入らなきゃ全然それができないんだ、はい、だからこの距離でストレート打ってもこういう遠い距離入るんだったらこうやってしっかりしっかり入るしっかり入る一発でしっかり入ってる時に遠い距離遠い距離遠い距離で遠い距離でそうこの距離で入っちゃう近いよ近いよ近いよじゃあワンツーそうナイス打ったら離れる打ったら離れるワンツーワンツーワンツーです攻撃を一発で終わらせちゃうんですはい例えばワンツーでバーンって打つでしょそれで満足しちゃったらこれが当たらなかったらそれで終わるんですよなんかワンツー打ちますでももう一回ワンツー打ちます2回3回で攻撃続けるワンツー打つパンパン当たりませんワンツーフックそこから下がったままそこからアッパーフックで締めるこの距離でも遠い遠いけどここでこんなやつで意味ない本当に最初やった時ただのマスボクシングスパーリングなのにただもうここで当たらない距離でこうやってそれじゃいいですしっかり入ってる、はい、当たらない距離遠い距離と距離そっから踏み込む近く近く近くそっからワンツーそうからツーそうそうそういいねいいその踏み込みこの踏み込みはいはいよし
ぜひ作ります。おー、ナイス。大丈夫。ナイス。止まるな、止まるな。近い低いよ、はい、近い低いよ。しっかり集中、集中。ミッツ、いかに集中する。しっかり。いくよ。そう、出るな。バイッツ、バイッツ。ナイス。バイッツ。踏み込むと伸ばすで、遠い距離、すごい止まって、止まって。こっから、遠い距離でしょ。はい。バッツ、バッツ。ナイス。はい、聞いた。ナイス。はい、聞いた。バーッ。ナイス。ナイス。よし、ありました。基本はやっぱり相手の外を取らない。ジャブ、フックで外を取る。あ、そう、ストレート、そうそうそう、これやってるためにはそう、そうやって入る、相手の外。ジャブ、そう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 、でしっかりガードの上にいいから、相手にこうジャブついて、そうで、フックでそう、しっかり入って、そう、パン、この、この速さ、はい、そうそうそう。ただ、今までね、チュッシュッっていう手だけじゃない、体、体でしっかり、はい、はい、感じかな。ありがとうございます。大丈夫、受かる、受かる。はい、ありがとうございます。自信持ってやってみます。はい、はい、頑張ります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、ワケル。いや、このテスト、やっぱりね、3ヶ月このあったから、うん、もうすごいやっぱ全然違うなと思って。うん、あ、まあ、あの、スパーリングもすごい良かったし。うん、そうだよね、うん。まあ、真面目やるからね。はいはい。まあ、ここでしっかり。まあ、これでね、プロテスト落ちるようなことがあったら、もう、ワケ君はもうトレーナーとして終わりってことですね。そうですね、もう、自分の引退後の、そうだね、あれがもう、もうジムとか開けない。開けないです。プレッシャーかけて、ね、まあまあ、でも、本当、頑張ってるからね、そうですね、しっかりプロテストを、ね、ミット、ミットも、やっぱ、ストレートもしっかり伸びてたし、そうでしょ、うん、ちょうど、まあ、普段俺がミット持ってるから。あ、だからか、本当に。そうそうそう、おかげですもん、赤井さんのおかげで僕は和製フレディ・ロッチャー、和製フレディ・ロッチャーの顔がねそうそうそう、まあそれはいいんだけど、まあしっかりね、はい、頑張ってプロテストを受かってもらって、もうだってあさって、そう、あ、いや、しあさってか、しあさってね、しあさってね、そう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 、もうしっかりね、今までやってきたことをね、自分を信じて、はい、しっかりリングの上でぶつけてください。はい、頑張ります。はい、頑張って。はい、はい。緊張しないで。緊張感ほとんどないですね。よしよし。まあ、やることはこれまでもずっとやってきてるので、まあ、本当に自分がどれだけ100点の内容に近いものができるのかどうかにすごいこだわってて、なので、まあ、周りがどれぐらい強いのか弱いとか関係なく、自分のやれることをしっかりとやって、それでやっていきたいなと思います。
村さん、もうすぐ発表ですよ。今になって緊張し始めたっていうのが今本当に緊張してるんですけど。え、これで、いやでもこれでダメだったらあれですよ、もう一回。いや、まあダメだったらもう一回受けれるからね。別に次にチャレンジすればいいだけだから、諦めずに頑張っていけ。はい、頑張ります。うん、じゃあお疲れ。いや、まだまだ分かんない、結果がまだあ、落ちたんじゃないの。いや、まだ分かんないです。あ、まだ落ちたん、分かんない。希望は残ってます。希望は残ってるんで。まあまだ、まだ希望残ってます。可能性はあるんです。出ました、出ました結果が。いやー、じゃあ発表します。川村慎二くん、俺も緊張してた。合格。おめでとう。ほんと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 、ありがとうございます。名前ありました、ね、川村です。腹立つね。腹立つ。腹立つ。やったぞやったぞ。よし、ほんなら和気君から最後な。俺から一言。お前が感謝を述べる。僕らも余計ですよ。でも今回プロテストでも本当にいろいろ教えていただいて、途中あの教えていただいたコンビネーションも結構実はや頭の中で思い出してやって、それが相手に当たったんで。テスト中に出た。テスト中に上木さんのやつ今いけると思ってやったら出れて、でも本当に上木さんに教えてもらったおかげで。しかもあれでしょ、プロテスト今回ずっと右のスパーリングやってたわけじゃん、はい、で、いざテストを受けるときに相手がサウスポーだったんですよ。サウスポーでした。それどうだった。サウスポーだったのは初めの時に、最初はもう聞いたときに、うん、マジかよってやっぱ思ったんですけど、で僕の中でのサウスポーの基準ってもう和気さんしかいなかったので、うん、和気さん基準なら何も問題ないだろうって。俺と今からプロテストを受けるやつと比べる。いいんだけど。まあまあ、でも受かってよかったじゃん。はい、おめでとう、ほんとね。ありがとうございます。これからじゃあ、もう肩並べてね、ほんとね。いや、まだまだ突き通す。いやいや、もうだって同じ、もう土俵には入ってるんだから、はい、同じプロボクサーとしてね、はい、頑張っていこう。はい、頑張ります。川村が、プロボクサーになりました。おめでとう。ありがとうございます。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひ、高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今日も、ナイスビジネス。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。